野球選手はモテる、今も昔も変わることのない常識です。今回はそんなプロ野球選手の中でもそのモテっぷりが災いしトラブルに発展してしまった選手たちについてご紹介します。仁岡智弘。今回のお話のテーマでこの選手のエピソードが頭に浮かんだ方もいらっしゃるのではないでしょうか。2008年に怪我でリハビリ中だった仁岡選手と美人アナウンサーの山本もなさんとのホテル不倫が週刊誌によって報じられたことで話題になりました。イケメン選手としても抜群の人気を誇っていた仁岡選手の不倫騒動ということで、この一件は巨人のみならず球界全体を揺るがす騒動へと発展してしまうことになります。反省の意を込めて丸刈りになった仁岡選手でしたが、紳士たれの球団の所属選手ということもあり、特に球団 OB である王貞治氏はプロ野球選手が9800円のホテルに行くのはいかんわなと苦言を呈するなど、周囲の目は厳しいものだったといいます。結局当時の監督であった原監督は仁岡選手の日本ハムへの放出を決断するわけですが、このトレード事件から13年後の2021年、仁岡選手の問題の内容は大きく違いますが、日本ハムからトレードされることになった中田翔選手を原監督が巨人に受け入れたのは、当時仁岡選手を受け入れることを容認してくれた日本ハム側の梨田監督への恩義があったからなのではといった憶測もあるようですが、真実はどうだったのでしょうね。岩隈久志。近鉄楽天のエースとして、さらには MLB でも素晴らしい活躍を見せてくれた岩隈投手。近鉄時代の岩隈投手のかっこよすぎる二段モーション、本当に大好きでした。投球フォームの美しさもさることながら、スラッとした長身に加えて芸能人顔負けの甘いマスクで数多くの女性ファンを虜にしてきた岩隈投手。そんな彼ですが、過去にはドロドロ不倫とも呼ばれた女性問題が話題になりました。2011年、岩隈投手が愛人疑惑の女性との社内昼夜、人目をはばからないゴルフ情報用をしていたという内容の記事が週刊誌によって暴露されています。岩隈投手というと、初恋の相手が妻であり、グローブには愛する妻と娘の名前を刺繍している。2006年には第1回のベストファーザー賞 in 東北を受賞など、品行方正で愛妻家のイメージが強かっただけに、ファンの方々のショックは相当なものだったと思います。週刊誌の報道では、不倫相手は岩隈投手の奥様の義理の妹にあたり、岩隈投手の奥様の父が当時の楽天の二軍打撃コーチ広橋光樹氏であったことから、ネット上ではドロドロすぎる、さすがに笑えないといった声が多く上がっていました。この件について岩隈投手本人は否定をしていて、真実かどうかは不明ですが、岩隈投手がこの年にメジャーリーグ移籍を希望していたことから、ネット上の一部で家庭内 FA 宣言と揶揄する声も少なからずあったようです。阿部慎之助。その圧倒的な強打とリーダーシップで長年ジャイアンツを支えた阿部選手。そんな阿部選手も過去には話題を呼んだ女性問題がありましたね。問題となったのは2012年、 G カップアイドルとの密会不倫が週刊誌にすっぱ抜かれてしまいます。週刊誌によると、阿部選手は宅配便の配達員の格好をして相手側のマンションを訪れていたということで、ネット上の一部からは宅配屋しんちゃんという不名誉な命名をされてしまいました。しかし不倫報道が報じられた2012年はジャイアンツが3年ぶりに12回目の日本一に輝いており、自身も首位打者打点王 MVP に輝くなど、阿部選手にとって最高のシーズンであったからかは分かりませんが、優勝後の祝勝会でビール300本も用意するのは非常に大変だったと思います。用意していただいたフロントの皆様、運んでいただいた配送業者の皆様、ありがとうございますと渾身の自虐ネタを自ら蒸し返す切符の良さだったといいます。しかしその2年後の2014年にも同じ女性との密会不倫が発覚。この年を境に自身の打撃成績が下降していったせいか、ネット上では打撃不振の原因は不倫だったのかといった声もあったようですね。西岡剛。 NPB の内野手スイッチヒッターのシーズン最多安打記録の保持者でもあり、2010年千葉ロッテの史上最大とも呼ばれた下克上日本一の立役者でもある西岡選手。高卒3年目に盗塁王を獲得。スピードスター、二つ名に恥じない花のあるプレースタイルに加え、
そのイケメンさから多くの女性ファンの人気を集めました。そんな球界のモテ男の西岡選手にも過去には世間を賑わす女性問題が報じられていました。西岡選手はロッテ時代の2006年にタレントの女性との交際が発覚。その2年後には有名女子プロゴルファーとの交際が報じられます。そしてその2年後にはモデルの女性とご結婚され、お子さんも授かっています。女性遍歴に関してもまさにスピードスター級といえる西岡選手。結婚を機に女性関係は落ち着きを見せたかと思われていたようですが、結婚した1年後、奥様の妊娠中に元グラビアアイドルの女性との密会不倫が報じられてしまいます。さらに阪神移籍後の2013年には同じチームの鳥谷隆選手、大阪桐蔭高校の後輩である中田翔選手と藤波慎太郎選手で美女21人とのクルーザーパーティーに興じる姿が週刊誌によって報じられてしまいました。記事によればパーティーの主催者は西岡選手で、女性参加者にはビキニ着用を要求、自身も水着姿になって肉体美をアピールしていたとか。これらの件がきっかけなのかは分かりませんが、西岡選手は2014年に離婚しています。稲葉篤紀、現役時代はヤクルト、日本ハムで大活躍。引退後は侍ジャパンの監督を務めるなど真面目なイメージが強い稲葉選手ですが、過去には女性問題を週刊誌から暴露されています。週刊誌の報道が出たのは稲葉選手がまだヤクルトに所属していた時のこと。当時一人目の奥様と離婚調停中だった稲葉選手が美人テレビリポーターと不倫関係にあることを報じました。結局一人目の奥様とは離婚し、その後雑誌のモデルなどで活躍されていた女性とご結婚されています。稲葉選手と二人目の奥様との年の差は14歳差ということで、当時は多くの方々が驚いたようですが、それだけ稲葉選手が表になるということでしょう。幸せな夫婦生活を築いていた稲葉選手と奥様ですが、2020年に稲葉選手の奥様が日本ハムの選手たちの奥様方とトラブルになっていることが、これまた週刊誌から報じられてしまいました。2021年、ビッグボスこと新庄剛志氏が新たに日本ハムの監督に就任されたことで大きな話題を呼んでいますが、稲葉は家庭内のトラブルが原因で日ハム新監督に落選したのではといった憶測も一部あるようです。菊池涼介、ゴールデングラブ賞8回を誇る守備の名手として広島東洋カープを支え続けている菊池選手、その破天荒なプレイスタイルに加えワイルド系のイケメンフェイスということで、カープ女子のみならず多くの女性を虜にしていた菊池選手ですが、2020年、肉体関係があった女性とのトラブルがあったことを週刊誌によって報じられました。報道内容としては、菊池選手は結婚前に知人から紹介された女性 B さんと交際、遠征先のホテルで会うのみの関係だったが、後に結婚することになる A さんと交際をスタートさせたことで B さんとは疎遠に。そして B さんに A さんとの結婚を報告した際に、真剣な交際だったと主張する B さんから8000万円の慰謝料を請求されていたが、最終的に1000万円で和解することが決まったというものです。このような女性トラブルは遠征が多いプロ野球選手には珍しいことではないのかもしれませんが、この件でショックを受けてしまったカープ女子も少なくなかったようですね。西勇輝、元オリックス現阪神で活躍している西選手も過去に話題になった女性問題がありました。西選手は2020年5月3日に三重県内のホテルにファンの女性を呼び出し密会不倫をしていたと週刊誌に報じられます。お相手は30代前半の女性で、初めは一緒にお茶をするような仲だったと言いますが、阪神が泊まっていたホテルで一夜を共にしてからは西選手の女性に対する態度が豹変、返信がないのにもかかわらず、この日暇、返信不要などといったメッセージが一方的に送られてくるようになったといいます。報道では西選手の明日泊まりダメやけど2時から4時くらいまで会える、タクシーできな、コロナあるしといった女性に対する具体的なメッセージも暴露されてしまったのですが、今や伝説として語り継がれている阪神の元監督のような文才には到底及ばない文章だとして、ネット上の一部からは、阪神にしては物足りないメールだな、前監督がハードル上げすぎたなど厳しい声も多少あったようです。報道後、西選手は球団を通じて公式に謝罪、
その後のヒーローインタビューのお立ち台でも、たくさんの皆様に迷惑かけて申し訳ありませんでしたと謝罪をした結果、騒動は無事に収まったようです。斉藤和美、沢村賞2回、最優秀投手賞3回、平成唯一の投手5冠を達成するなど、まさに圧巻の成績を残したホークスのレジェンド斉藤投手。残した成績の凄さはもちろんなのですが、夜の成績についても異次元級だったという噂があるようです。斉藤選手は2021年現在で2度の結婚と離婚を経験されています。最初の奥様は競艇選手の娘で、斉藤選手より6歳上の姉さん女房だったそうですが、斉藤選手の成績と年俸が上がるにつれて、遊び方や女性関係が派手になっていき、次第に関係が悪化、結果的に離婚という選択をすることになりました。独身に戻ってからは、地元はもちろん遠征先やキャンプ地の宮崎でも遊びまくり、ついたあだ名が福岡の種馬だったとか。実際脱ぐと無駄な脂肪が全くなく、サラブレッドのような惚れ惚れする筋肉美の持ち主だそうで、その自信からなのか、斉藤選手の息子の写真をホステスにメールで送ったこともあったと週刊誌に報じられてしまいます。斉藤選手といえば、あの男前なマスクに加え190センチの長身、現役時代の最高年俸は7億5000万円、選手時代から副業でやっている飲食店も大繁盛ということで、まさにケチのつけようがない完璧男子なわけですから、それはそれで表になったのでしょうね。イチロー、誰もが認める野球界のスーパースターであるイチロー選手。そんなイチロー選手も過去には女性問題で世間を賑わせたことがありました。イチロー選手は1991年にオリックスに入団、1994年、打者としては日本プロ野球史上最年少でシーズン MVP を獲得。以降も数々のタイトルや新記録を樹立し、プロ野球界に大きく貢献していきました。私生活では元 TBS アナウンサーの福島由美子さんと1999年に結婚、そして2000年オフ、メジャー挑戦を宣言したイチロー選手だったのですが、念願のメジャー挑戦を前に不倫スキャンダルが表面化してしまいます。2000年12月、週刊誌が30歳人妻が全国博、イチローが泥沼不倫と巨額手切れ金、伸び出しで不倫を報じ、この報道を受けたイチロー氏は名古屋市内のホテルで会見を開き、軽率な行動を取ったのは事実と大筋で内容を認めました。この件については、会見前にすでに示談が成立していたそうですが、翌年の2001年に今度は20歳の美人留学生と不倫交際しているとして、またもや週刊誌に報道されてしまいました。この件に関しては球団がプライバシーの保護として取材をシャットアウトし処理したといいます。でも正直、イチロー選手ってめちゃくちゃ男前ですよね。個人的には若い頃よりも少しヒゲを蓄えた武骨な雰囲気の時代が好きでした。ということで、今回は日本人プロ野球選手の過去に報じられた女性問題についてご紹介しました。それだけ人気があるということなのは理解できますが、どうか選手の皆さんには私生活の面でもご注意いただければと思います。それでは本日は最後までご視聴いただきましてありがとうございました。このチャンネルでは野球に関するテーマをコツコツ投稿していきますので、よろしければ高評価やチャンネル登録をいただけると大変嬉しいです。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。